いつからだろう。誰に言われるわけでもなく、無理という二文字だけで自分の限界を勝手に決めてしまうようになったのは。そう、限界なんて自分の頭の中にしかないんだよ。ごちゃごちゃ考えるより俺たちはこいつで答えを出す。そうだよな、藤尾。ねえじゃん、そんな顔するなって。別に永遠の別れじゃあるまいし、楽しみにしてんぞ。次会うまたな。たった2週間っすよね、親子にいたの。お前学校はどうしたんだ。今日のミッションはもう終わった。もういいだろ。やっぱり藤尾さんが転校したことが関係してるんですか。なあ藤尾、お前の強さってのはなんだ。てっぺんとはよ、喧嘩の強さだけとは限らねえぞ。先輩どうしたんですか。俺の予想だと親子はあんたらが仕切ってると思ってましたよ。まあ一人じゃ無理ってことか。ようつかさ、なんでそんな高城にこだわる。藤尾はどこにいるの。仕方にはあいつがいいんだよな。首吊り党の花岡藤尾って野郎だ。二人がそう半端なくつ。藤尾と一緒にいないお前なんて潰したって意味はねえ。ああ司さん、俺たちはいつでもあんたを担ぐ準備はできてんだよ。何度も言うけど俺は上に立つ器じゃない。いつまでそんなこと言ってるんすか。ねえ藤尾さんはいないんすよ。今日からここが俺らのたまり場だ。てっぺんから見る景色ってどんなだろうな。俺はお前と一緒にそれを見たかったんだよ。もう俺の居場所はここにはない。しーちゃん、おいしーちゃん。どこで誰と何をしたかでよ。じいちゃん死ぬのか。じいちゃん。無事や。俺親子を辞めるわ。お前は大丈夫だ。だからよ、じいちゃんだ。なあ、もう心配してねえよ。じいちゃん！お前は大丈夫。藤尾、お前とならエアコンの頭取れる気がする。そんな顔するなって。別に永遠の別れじゃあるまいし、てっぺんから見る景色ってどんなだろうな。俺はお前と一緒にそれを見たかった。お手誰と何をしたかでよ。俺の居場所はここにはない。楽しみにしてんぞ、次会うの。こんな田舎までどうした。
お前に頼みがある。大体まあ言ってくれ。やっぱ強えな、お前は。いいとこだな。ああ、なんもねえけど。俺もこっちに引っ越そっかな。なんだよ急に。お前がいないとつまんなくてさ。こんな時じゃねえとお前と喧嘩なんかできなかった。こんな時、この前じいちゃんが死んでさ、なんつうかすっきりしたわ。じいちゃん、ここでいいや。え、いいよ、忘れまで送ってくよ。じゃあ待ってるぞ。もう親子行こう。いつでも帰ってこいよ。